夜道を取るのは俺に任せろ。いや、さあ、鹿。ほんまや、鹿や。鹿や、鹿や、鹿や。取れる？どこ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 。わからん、わからん、わからん。ライト、ライト、ライト。あー、鹿さん。行っちゃった行っちゃった。でも俺も見れた。ちょっと待って、大丈夫この道ねえ。剣道ってなってたっけ。これダメじゃね。この先対向か対向かってなってるけどさ、これ絶対ヤバいって。これ全部どうやってやるんだっけ。絶対この道ヤバいやろ。全部どうやってやるんだっけ。ズームバックするよとりあえず。あ、ちょっとこれヤバくね。対向かって書いてある。ガソリンの量も少ねえしさ。怖い。後ろ見て。え？怖え。つらない。怖い。そんなことより近いやろ。おい、お前これヤバい道入ったって絶対。鹿に会うことは今しかない。あのさ、後ろ全く見えないんだけどさ、これ。ちょっと子供とかにまだらけんな。なんだ。あそこに車通りは見える。わ。これ怖っ。なんか心霊スポットみたいな。な。下手な心霊スポットで怖いなこれ。ね。ちなみに一応ヘキサゴンあったよねこれ。ヘキサゴン？西青山。西青山駅。ほんまや、西青山駅や。青山。これがあの噂の。あ、一応あの おにぎり。おにぎり。あ、ヘキサゴン675線。あ、そういうこと。六角形。おにぎりって何。さっきのおにぎりはあのあれでよく使うことは車が来とるな。もうこのこんな奥にあの西青山駅って初めて知った。このまま続いては西青山駅。あの近鉄で一番利用客数が少ないあの秘境駅。へえ。へえ、こんなところにあるんや。ぶどう狩りだって。奥鹿の奥鹿の地区にはあそこ行くらしいよ。鹿見れたちいいんじゃねえもん。ねえ、奥鹿の地区ってのがあるらしい。クワガタを見て、鹿を見て、自然を満喫したね。ね。ということでさ、こっからはいい道になりそうやな。な、切っていいかな。こんな感じ。ね、切っていいかな。うん。どうやって切んの？右側のボタンを押したって。